こんにちは、中本白秋です。今回はですね、150番の至る編の美しい歌方について解説をします。まあ、編のシリーズを勉強しております。編っていうのは、こうして編の文字のですね、右端を揃えるように、そして左側少し伸びやかに、ここを捉えるようにしましょう。そして編っていうのはですね、右やりを強めにします。こう強めに右やり書きます。こういうふうに強めに右やりをします。この強い右やりのリズムですね、ここも大事なところです。そしてこちらに僕作りをこうしてこうして、僕作りはこう書いた時に、この横角のちょうど真ん中ぐらいから近くからこう書いていきます。これをですね、こちらの辺がこう上手に書けてましても、こう例えばこう書いて、僕作りこうしてですね、この辺からこう書いちゃいますと、ここに変な空間ができちゃいますね。ですから僕作りはこうして、もうこのそばからこう書いて、そうすると美しい空間の間が均一になって美しい字になります。次、この至る辺に、こう作りを書きますね。この作りの横角は辺よりはちょっと右やんリズムを弱くします。このように書いてくださいね。以上、至る辺の美しい書き方についての解説をいたしました。これで、ワンポイントレッスンを終わります。